はですね、こちらアークテリクスの神アウターをご紹介していきたいなと思います。ということで、皆さんご存知アトム AR フーディーがなんと変わってアトムヘビーウェイトフーディーっていう名前で出てきたんですよ。で、旧モデルがこっち、新モデルがこっち、これ買い替え直した方がいいんかな、いやこれ買った方がいいんかな、そんなところをお話していきたいなと思います。よろしくお願いします。ではですね、まずはサイズを着用していきたいなと思いますので、購入はいつも通り日本のワンサイズとしてですね、僕いつも L サイズが多いんですけど M サイズで着用しております。身長178センチのジェイソン・ステイサムと同じ身長、もしくは白龍と同じ身長ということになっていますので、まあジェイソン・ステイサムが来たらこんな感じ、白龍が来たらこんな感じ、あ、白龍って言ったらコアモデルの役者さんですけどね、こんな感じと思っていただけたら、あ、なるほどと。例えばゆったり着たいのであれば、まあ、もう一個上に上げても全然問題ないかなと思うんですけども、 M サイズが僕普段はアウテリクスはそんな感じなんで、こういう形になってますけども、実はこのジャケットってアウターとしても着るんやけど、実はインナーとしても着るっていうところが本来の使い方なんですよ。だからあんまりオーバーサイズで着るっていうようには作られてないので、1個上げたからって言ってすごいゆったり着れるかって言ったらそうでもないっていうところがサイズ感になってくるんですよね。まあ元々のパターンになってくるんじゃないかなとは思います。で、なんとですね、先にもう言っておきましょう、お値段変わってます。はっきり言いましょう、ゴリゴリに値上げしております。以前までっていうのがアトム AR フーディーっていうお名前でした。今回アトムヘビーウェイトフーディー、お値段がだいたい2万円ほど高くなっております。前回38,500円、チャリン、次今回59,400円ということで値段が高くなっているということになっておりますね。じゃあどっか変化あったんかと、変わったとかあったんか、まあそんなところをね、一緒に見ていきたいなと思いますので、まずは何が違うのか、僕がすぐに見つけれたところというのがありましたので、そこを皆さんと共有していきたいんですけども、まずはね、ここです。この首のところですね、このフードのところっていうのが仕様ちょっと変わってます。こうやって並べると分かりやすいですかね。もともとのアトム AR フーディーっていうやつはただにここにゴムがあるだけだったんですね。ここのゴムをあったっていうだけなんですけど、最新バージョンに関してはフードが立体的になってて、さらにここにね、まあ、ちょっとしたワイヤーじゃないけど、そういうのが入ってる仕様になってます。だからフードもよりなんていうの、ちゃんと立体的になっててちゃんと被れるような感じですね。以前までってこのアトム AR フーディーの場合だいたいこうなるんですよ、ぴちゃんこで。このフードにロマンも何も詰まってないんですね。とにかくペタンコなるっていうようなスタイルやったんですけども、まあ、今回からはこうペタンコなってもそのなんていうのフードが崩れないようになってますので、これねアークテリクスねマジでいつもうまいんですよ。ほんまに両国修正してくるよなっていうぐらいマウンテンパーカーでもうまいことやってくるんですよね。だからフードのアークと覚えてるんですね。フードに関してはもう右に出るものは出てないっていうことで、フードに関してはもうアークのお家芸だと思って皆さん見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、他のところ何が変わってるのかっていうところでね、パーッと見ていくじゃないですか。で、そしたらね、なるほどっていう感じなんですけど、何にも変わってない。何が変わったんかっていうと正直分からへん。まず表の生地から見ていきたいところなんですけど、生地に関してもそこまでの違いってないんですよね。まあ、リップストップのナイロンが使われて、こっちもリップストップのナイロン、まあ、袖口なんかのこうリブンの使い方なんて見てももう全く同じで、劣化してるだけでリブンも違いはありません。それ以外の洋服作るときにね、パターンっていうのがあるんですよ。設計図みたいな、こんな感じでね、型紙があって、これは前身頃の部分 でこれが左側でみたいな、型紙を当てて切っていって作っていくみたいなのが最初はあるんですよ。で、それがデータになって、あとはデータで切っていくんですよね。で、それで見たところによると縫製箇所等々も見てもですね、パターンは変わっておりませんね。まず一つ目っていうのはこの脇の部分ですね。この脇の部分にこの別の生地を採用してて、そこにこう群れが出ないようになってるっていうのが今回のアップデートっぽいですね。で、次のアップデートとしてはやっぱりフードですね。フードが結構変わってるっていうところもあって、このフードのところにここにこうちょっとしたこうワイヤーが入ってるんですよね。で、そのワイヤーを入れるためにここにステッチで落ちないようになってたりするっていうところも若干は変わってたり、あとこの胸のところのステッチ、ここにステッチ真ん中にヒューってあるんですけど、このステッチもなくなってよりこう一層シンプル。だからもうパッと見って言ったらこれマウンテンパーカーかなと思って見るんだけど、ようやく見たら実はこれ中綿が中に入ってるから暖かいですよ。すごいいいやん、だから人気なんだ。そうなんです、だから人気なんですけど、中身に関しては基本変わってないようです。コアロフト30っていうのが入ってて、まあ、何が入ってるのってことなんやけども、こういうのが入ってるんですね。こういうシートみたいなのが入ってて、それによって暖かいんですよ。で、これがこの間のところで暖かい空気を保温してくれると。で、こういう感じになってるから、だからダウンジャケットみたいにこの切れ目がないんかと。この切れ目がないと全部下落ちるのになんかおかしなことになってるなと思ったら、なるほど、中綿ってこうシートになってるのか。そうなんですよ。で、その中でもコアロフト30っていうのがあったり、他にも数字があるんですけど、厚みが変わってるんですよね。で、それってアークテリクスが開発してる中綿やから、これはあの米軍が使ってる中綿なんですけど、中綿の厚みによって着用するシーンを変えてるんですよ。そんなに寒くないとかやったら薄めでいいし、結構寒いとかやったらこれ結構分厚い中綿なんですよね。で、こういうの入れたら本当にダウンに近いぐらい。だからエクワックスのレベル7とかって中綿ジャケットこっちに出てると思うんですけど、そういうのっていうのはこういう厚めの中綿を採用してるんですよね。
で、それでいうところで言ったら、このアトムやる船って結構寒いところを想定されてるのにもかかわらず、わりかし薄めなんですよ。で、わりかし薄めの理由というのが何なのかというと、中間機として着ようというところになっているので、なるほどと。だからこの上にもう一度かますねんな。そうなんですよ、もう一度かまそかっていうことになってるんです。だからかまし系ジャケットになってるわけなんですよね。で、使い勝手としてはどうなると、変化ありますかっていうことなんですけど、正直言うと僕が気づいた変化ってこの3つじゃないですか。フードの形が変わったよ、まあ縫い方もちょっと変わったよ、脇の部分変わってるよ、以上ぐらいしかないので、あとの備品とかファスナー、リブ、生地、何にも変わってないんですよね。だから鍵勝手とか着方、例えばこういう風にシンプルに着る、全然 OK で、今っぽくこういうカーブパンツとか合わせちゃっても全然 OK なんで、まあ、着方は特に何も変わってないし、あと着るシーンとかも別にこうやって街中で着ます、全然 OK で、特にどういう時っていうと、ちょっと紅葉行こうかとか、で、こういうドライブしようかってなったら、もうこのままマジで行くんです。で、もう全然運転とかも支障ないからこのまま行けて、それでいいとこのまま紅葉見に行くと。で、寒なったら前閉めるけど、暑い時はこれ開けとけばいい。で、もっと暑い時はこうやってパーッと脱いで、もう一緒に行ってるチャンネルいてるでしょ、チャンネルにこれかけてあげるんですよ。で、そしたらありがとうってなってくるし、で、他にもそのままじゃあ夜はちょっとチャンネルに帰られたと、あーちょっと帰られたなーなんて言ってたりしたら、地元の友達とこのまま合流して居酒屋行く、ちょっと聞いてくれよと、今日チャンネルに帰られてみたいな話ができる。だからこれ実はチャンネルスタイルにもなってるわけなんです。だからシーンとしてはもうあんま変わらへん。で、それ以外にも旅行、これなんでなんだっていうと、ダウンじゃないのでわりかしちっちゃくてね、このくる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 ってして、もう全然問題ない。なんでかってさっきも言ってもらったけど、中に入ったのシートなんですよ。で、このシートって曲げたらダメとかってないんですよ。曲げてもまた戻ってくるんですよ。なんでくる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 ってやる。ただこの表地のシワとかがやっぱ出てくるので、それ気になる方とかっていうのは、まあ、ちゃんとこうやって挟んであげた方がいいけども、まあ、くるくるくるってやって持ち運んだりすることもできるから、旅行の時もできますよね。それでいって洗濯はどうなんですか。ご安心ください。洗濯に関しては洗濯表記を見てやってっていうことしか言えないんですけど、まあ、僕は個人的にこれは嫁にも渡してるんですけど、これに関しては普通に洗濯します。もうドラム式で洗濯機で乾かすとこまでやってるから全然気にせずやってます。ただ劣化する部分っていうのがあって、どこが劣化するんかっていうと、リブです。リブだけウレタン使ってるんですよ。だからこれはどうしてもちょっとずっと使ってれば劣化するけど、こんな1年や2年とかで全然劣化しないんですけど、他に関しては劣化する箇所はないんですよ。まあ、なので特に問題ないかな。でも気になる人は洗濯表示通りにすべきやと思うんですけど、まあ、僕は全然気にしてないので、今こうやって洗濯表示見ても、まあ、洗濯に関しては何の問題もないですし、まあ、クリーニングとかアイロンとかはやっぱりバスかかってますけども、まあ、その辺見てね、自分で判断されるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、だから洗濯に関しては僕はもうがっつりしてるっていう、もう全然気にせずいけるって思ってるのでやっております。って考えたら、もう分かると思うんですけど、このアトム AR、要は旧モデル持ってはる人からしたら、これ買う理由ってないんですよ。全然買う必要ない。なんでかって言ったら、2万円値上げして、2万円のスペックを感じれるか、暖かさがそんなに変わりました、中綿が変わりましたって言うんだったら話変わってくるんだけども、全然暖かさ変わってないし、中綿も変わってないから、それ考えた時に、持ってない人が買う分には全然いいと思うんですよ。ただ、この2万円恩恵を受けようと思ったら、フードと脇のところぐらいしかないんですよ。でも脇のところもベンチレーションついたわけじゃないから、そこまで蒸れないから、蒸れるんです。なので、前よりちょっとマシかなぐらい。フードに関しては、まあ確かに良くなってる。これはもう全然良くなってるから、もうフード出ちゃおうから、フードしっかり用になってるわけです。ほな見え方全然違うから、それはそれでいいと思うんですけど、そこにじゃあ2万円を出す価値あるんかって正直分からへんじゃないですか。っていう時にデメリットとしては何なんだけど、とうとう僕らが選ぶ時代じゃなくなったんですよ。何を言ってるんかっていうと、これはいい価格帯なんですよ。59,400円って全然安くないじゃないですか。で、高いと思うんですね。だけどそれを触れる相手から選ばせてるんですよ。アークティビスさんも今や選ぶ時代だって、お客さんを選ぶ時代だって、これ以上の人じゃないと付き合いません。私たちのアトムっていう本気の商品はこの値段を出していただけなければもうお付き合いしませんっていう、もう勝負の時っていうか向こうから選んでるわけなんですね。だから僕今まで僕らが選んでたからですかね、38,000円やし、みんな買いましょうって買ったけども、いや私たちが選ぶ側ですよ。だからもうチェンジしたんだ、時代は変わったんだっていうところになっているので、価格設定がもう絶妙な設定、これより2万円安かって4万円いかんぐらいだったら、いやいや全員買ってくださいって言える価格帯なんだけども、6万になるみたいですか。お小遣い2ヶ月分全員買え、ちょっときついなって言うんですか。ブランド側が選ぶ時代になっていたいなっていうところをね、より感じます。で、まあおすすめのシーンとかおすすめの人っていうのは誰なんかって言ったら、正直おすすめの人もシーンもクソもヘッドグレーもないんですよ。これはそりゃ6万円で出せるんであれば、それは買った方がいいと思うし、もうこれなんかもう3年ぐらい前ですかのやつだけども、相変わらず全然現役になってるので、洗濯していって劣化してきたわとかボロボロなっていったわ、そんなの全然ないので、まだまだガシガシ現役でいいんですよ。なった場合、これ例えば今でまあ4年ぐらいじゃないですか。で、こっからまだ使えました、まあ、7年、8年使
使いましたってなったら、それだけで1年で換算した時にほんま5,000円とかになるんですよ。だからこれまあ値段上がってるから、これを5,000円にしようと思ったら12年くらい使わなあかんけども、やっぱりこういうところがこのファストファッションとは違うというか、ファストファッションの壊れてなんぼ、壊れたら買い替えたらええやんっていう発想であって、いいものをこう長くちゃんと使っていくっていうところで、まあフードペチャオなんやけども、フードペチャオを凌駕するぐらいこうで異形になっていきましょうということが、このアフェリクスさんからの教えじゃないかなっていうところでね、僕は今回思いました。値段はちょっと上がりました。で、変更点も多少はありました。ただ、今持ってある人が買い替えるレベルなんかっていうのは全くそんなことないと思うので、今あるもので全然大丈夫かなとは思います。強いて言うなら、今持ってる人が買い替えるべき理由としては、まあ、フードぐらい。もうここ聞かれたら買ってもいいと思うけども、それ以外の理由って、ロゴが入ってないから、そんなの誰も見てへんし、入ってはいてない。全く興味ないから、そんなところよりも、まあ、フードかどうか。でも、フードで諦めつくよと。確かにそれはフードかっこいい方がええよ。だけど、2万円出してまでは俺諦めつくわ。それでも全然アトムやるで全く問題ない。まあ、それがね、今回、旧アトム、まあ、新アトムになってるんかなというふうに思いますので、こっから新規参入結構きついんですよね。初めてアクテリス買っていくっていう人らっていうのが、このアトムエアルが6万でしょ。ベータジャケットでも今7万とかしてるじゃないですか。だからその2着だけで15万くらいいくんですね。で、もう1着買ったりしたら20万って超えてくるから、ちょっと前までアークテリクスのオースレスがほぼほぼ変わらなかったけど、今やもうレベルの差がついちゃってるから、アークはちょっと高級しそう。で、ノースは一般的みたいな感じになってるじゃないですか。まあそういうところでね、変えてもらっていいかなと思います。あともう一個だけ見つけました。すいません。このドローコード、ここにある裾の部分のドローコード、仕様が変わっておりまして、以前までっていうのがこういう一般的なドローコードだったんですね。この外についてるタイプ、ふーってこう引っ張ってやるタイプやったんですけど、現在のやつっていうのが、この内側に縫製してくるりと止められてるタイプなんで、外からは見えないようになってるんですよ。だからこの外側にこうベロベロ出るっていうのは、しっかりキュッて止められてるタイプで、これね、割かし最近多いんですよ。デサンボもそれやってるんですよね。ただ僕個人的にはそれ使いづらいから、こっち出しといてくれても助かるんやけども、今はこういう風に中に入るような仕様になってるんかなと思うんですけど、まあ、その辺が変更点という状態になってましたんで、気になる人はねぜひこっち行ってみたりとか店舗見てみてください。ただ人気やからなくなってるかもしれないんですけども、まあ、できるだけ早く購入されるのがいいかなということで、本日ですねアーテリクスのあとヘビーウェイトフーディを紹介してみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。